とし、今日も海外検証やっていくよ。今日もこちらの方の動画から、この裏技をやると、新たな構造物を発見できるぜ。砂漠の村にある家に入っていき、水を用意、水を瓶ですくうぜ。そして、なぜか溶鉱炉の画面を開くと、醸造台のやつになる。その中に水入り瓶をセットして、ブレイズパウダーを入れる部分に、プリズマリンのかけらを投入、輝くイカスミを投入。それでしばらくすると、謎のポーションができる。プレイヤーは外に出て、ポーションをグビグビ、何も変化がないように見えるが、なんか妙なものを発見。スペクテーターモードで潜っていくと、海底神殿のような道の構造物を発見。その中にはチェストがたくさん。そこでプレイヤーはブロックを一部壊して、チェストからブロックを取り出す。それを壊した部分に設置。最後にトライデントをぶち込むと、新たなポータルが開通。とまあ前にも言ったが、こういう動画がネット上では溢れている。今回もそんな海外のマイクラ裏技動画を、検証、解明していくぜー。わーい。それで、今回の目標を設ける。やっぱり、合計9個の検証のうち、4つ成功が目標だ。なんか減ったね。でも達成できなかったら、買い物には腐った肉の大食いチャレンジを、やってもらうぜ。何その罰ゲーム。で、検証する前にチャンネル登録をしようか。登録してくれたら、買い物が食べる腐った肉の量が増えるぞ。ちょっとなんでそうなるのさ。というのは冗談なんだけど、650人ぐらい増えたら嬉しいから頼むぜ。みんなお願い。では検証頑張っていきます。村には入らなくていいよね。ああいいぞ。では溶鉱炉を置いて、隣には水を入れます。そんで、瓶で水をすくいます。あれ、どうしたかいもん？なんか水がすくえないよ。サバイバルにしたらどうだ？それもそうだね。これでよしっと。では溶鉱炉の画面を開きます。いつもの溶鉱炉の画面じゃーん。まあ、そりゃそうだよな。こうなったら実際に醸造台でやるしかない。よし、これなら瓶を入れられるね。あとはプリズマリンのかけらを。全然入らないよーん。どさくさ紛れに光るイカスミ入れようとしたな。それは許してよーん。というわけで結論、動画みたいなポーションは作れない。失敗だから罰ゲームに近づいたぜ。罰ゲームは嫌だけど、まだまだ大丈夫。次はこちらの方の動画から、鉄インゴットでバケツを作成、バケツで水をすくう、それを使って渓谷に飛び込んでいく。ちょうどクリーパーがいるんだが、そいつに近づいていく。ハサミを取り出して、クリーパーの頭を直近。その状態でもクリーパーは死なずに、プレイヤーに向かってくる。そして、大爆発。この海外の動画が本当か検証だ。なんかすっごい危ない検証じゃない。まあ頑張れ。そんな、サバイバルだと爆破されちゃうんで、クリエイティブモードでやるよ。よし、クリーパーさんの頭ちょっと失礼しますね。この、頭を。直近、なんで全然できない。殴ればいいのかな。全然ダメだよ。もう、できないじゃーん。サバイバルモードにしたらどうだ。ああ、その手があったね。じゃあコマンドで変更しちゃおう。これでよしっと、クリーパーさん頭失礼しますねー。おぶふ、あ、生きてた。なんでだよ。というわけで結論、クリーパーの頭は直近できない。当たり前だな。あと7個、なんとか成功させなきゃ。次はこちらの方の動画からだぜ。T字に設置したソウルサンドがある。下に花と草を設置した後に、ウィザースケルトンの頭を3つ設置。でも、ウィザーは召喚されない。あれ、続いて花を壊した後に、ウィザースケルトンの頭を置き直すと、ちゃんとウィザーは召喚される。なんで、この海外の動画が本当か検証だ。結構些細なやつだね。では検証していきムワース。それではソウルサンドで T 字を置いてっと、召喚の前に、草と花を設置だね。じゃあこれでウィザースケルトンの頭を、乗せてみよう。よいしょよいしょ。あれ、全然召喚されないよ。おお、なんでだ。いや、僕にはわからないけど、でもまさかの結果だね。じゃあ次は草と花を撤去してみてくれ。わかった。じゃあこれで、頭をもう一度乗せ直そう。ウィザーがうるさいお前、キルコマンドで倒さなきゃ。そこは普通に倒さないのかい。だって大変でしょ。ヒーン暴れないでー。きゃ。自分もロトもやられてんじゃねえか。こうするしか思いつかなかったの。とりあえず検証成功だよ。だな。では改めて結論、動画のようになる。わーい、あと3つだー。次はこの方の動画から、画面に豚が映っているが、岩盤の壁がある近くで、豚に乗るプレイヤー。壁に突き進んでいるが、当然進まないぜ。だが何度か繰り返していると、壁にめり込んで通り抜けてしまうぜ。豚を使った壁通り抜けってわけだ。この海外の動画が本当か検証だ。これできたらすごいバグ技だよね。確かにそうだな。というわけでやっていくよん。岩盤の壁は設けてあります。それでは豚さんを召喚。蔵をつけてっと、上失礼しますねー。さあ、豚さん前に進んでくれ。いいよ。ちょっと、壁に進んでおくれー。全然進まないよーん。
豚に乗った化け物が壁に向かって進んでいる。なんか恐ろしい光景だなこりゃー。そんなこと言わないでよ。なんか雨も降ってきたし、もう散々だよ。ちょっとやり方が違うぞカエモン。動画では攻撃した後に乗ると、通り抜けられるみたいだからやってみなさい。わかった。おや、豚さんごめんよー。っていうか全然通り抜けられない。ヒーン全然通り抜けられないよーん。その後、カエモンは何度もチャレンジしたが、どうやっても壁は抜けられなかった。統合版とジャバ版両方でやったんだけど、どっちもうまくいかなかったんだよなぁ。博士ー、もう勘弁してー。わかったもういいぞ。はーい結論、うまくできなかった。バージョンの違いか、もしくはカエモンのやり方が悪いのか、よかったらみんな教えてくれ。また失敗だよーん。続いてはこの方の動画から、サボテンに向かってアイテムを投げているぜ。ふーむ、すると当然ながらアイテムは消える。だが、近くに来たスティーブが、サボテンを壊して取っていってしまう。ふーむ、するとそのサボテンを持って、村の家へ向かっていく。家に向かってサボテンをボーイ。なんと家が綺麗に消えちまったぜ。まさに最強のサボテン、一応理にかなっているんだよな。どこが、この海外の動画が本当か検証だ。サボテンって何でもできるわけじゃないからね。黙ってやりなさい。ヒーン、とりあえずサボテンと村を用意しました。このサボテンを取って検証していきます。よっこいしょっと。そうだなぁ、あの家で試してみようかな。狙いを定めたな。さあ家はどうなってしまうのやら。ぬおーおーおー、家が壊れない。そうだ、家によって挙動が変わるのかもしれない。次はあの家でやってみよう。でやぁ、あ、これ当たってないや。いやぁ。全然壊れないじゃーん。ふぬおふぐー。別の家で試してみよう。でやぁ、ダメだやっぱり壊れない。カエモン？もういいぞ。ちょっとやり方を変えよう。僕はなぜダイヤモンドを持たされているのでしょうか。ちょっとコマンドでそれっぽいのを組んだんだが、どうしてもサボテンでできなかったんだよ。代用としてダイヤモンドでおなしやす。了解。うわぁ本当だ。なんか大量の文字列があるよ。あんまりコマンドは見せなくてよろしい。なんか恥ずかしいぞ。とりあえずやってみるよ。ドアー。家が消えちゃった。どうだ、綺麗になっただろう。いやこれ何気にすごくない。わはは、俺だってやるときはできるんだ。というわけで結論、コマンドを使えばできる。あ、これ成功ってカンストしていいのね。ラッキー。このコマンド、概要欄に載せておくから、気になった人はやってみてくれ。次はこの方の動画から、グロウストーンをネザーゲートっぽく立てている。そこに水を流すも、何も起こらない。だよね。続いて水バケツとグロウストーンを使い、グロウストーンゲートを作成。プレイヤーはそれを取り出し、地面に設置だ。それを巨大化。するとネザーゲートの大きさになるから、プレイヤーはそこに飛び込む。すると、別のディメンションが広がっている。あとはもう自由に探索。この海外の動画が本当か検証だ。では検証していくよ。その前に、僕が後ろに登録の文字を作ったよ。すごいと思ったらチャンネル登録してね。お前、いつの間にこんなものを。ダメだった。いいじゃないか。よかった。それにしてもグロウストーンゲートなんて、すごい妙な建造物だね。まったくだな。でもできるかもしれないんだぞ。あーだこうだ言ってられないぜ。できるかなー。よしできたよ。では動画の通り水を流してみます。ドバー。何もならないじゃん。ただただ水が溢れてきて迷惑なだけだよ。迷惑なだけってなんだお前。生意気じゃないか。この。そこまで言わなくていいじゃん。じゃあ次は作業台で作ってみるよ。グロウストーンで周囲を囲って、真ん中に水だね。全然できないよ。あちゃー、結果を言う前に、カエモンにはちょっと違う世界に行ってもらう。なぜ僕はメサバイオームに。ここでさっきと同じ技をやってみてくれ。わかったやってみるね。でもこれで何が変わるのかなー。じゃあこれで水を入れてみるよ。無事に開いたな。じゃあその中に入ってみるんだ。この中に入るの。何も起こらないから。わかったよーん。ぬおーん。さあカエモンが向かった先にあるのは、ちょっと何ここ、見たことない場所に来たよ。どうだ、動画と同じ場所か。なんかちょっと違うね。違うの。違う。ガーン、結論、モッドを入れたけどなんか違う。これは失敗ってことにするぜ。そんな、てかこれモッドだったんだ。あのディメンションがわかる人がいたら、コメントで教えてくれー。次はこの方の動画からだ。プレイヤーが作業台を設置。その画面を開いて、インベントリから TNT を取り出して真ん中に設置。その周りに、スポンジを置いていく。すると、スポンジ TNT が完成。どういう性能があるか気になるところではあるが、残念ながらこれを使用しているシーンは、映っていない。この海外の動画が本当か検証だ。すっごい気になるんだけど。わかる。とにかく検証していくよ。というわけで作業台を置きまして、真ん中に TNT、周囲にスポンジをポンポン置いていくよ。できないじゃおーん。うるせえな。
これ失敗じゃん。まだ終わりじゃねえ。カイモン、俺が用意した別世界に行ってこい。あ、また、はい、着きました。ここでさっきと同じ検証をすればいいの。そうだ。わかったよん。え、できたんだけど。よかったじゃないか。ついでに爆破させてみよう。え、あ、うん。それを水の中に入れて着火してみろ。ウィッス、ちょうどいい場所に沼地があったからここでやるね。設置して、爆破しまーす。ひぃ、怖いよ、ドカーン。あ、え、水が消えちゃったー。これはすごい。というわけで結論、モッドならできる。あ、これモッドなんだ。他にもいろいろな TNT があるから、気になる人はやってみるといい。っていうか、あと一個じゃーん、やったー。次はこの方の動画から、火打ち石と打ち金があるぜ。なんでも、火がついているところに立って、ジャンプをすると高く飛べるらしい。マジ？実際に2ブロックの高さをジャンプしたり、フェンスを飛び越えたりしているぜ。マジ？サバイバルがかなり便利になるこの裏技。この海外の動画が本当か検証だ。なんだか危なっかしい検証だな。いいじゃないか。それでこそ検証らしいぜ。ヒーン、本当にジャンプが高くなるのかな？うわあ、じじじじじじ。何やってんだ？火でジャンプが高くなるか確かめてるの？あ、なるほどね。では実践じゃあ。熱い。でも、飛ぶのをやめられない。いや、自分の意思でやっているんだろう。全然飛び越えられないけど、なんか高く飛んでいる気がする。え、どうなんだろう。ちょっと視点変えてみてくれ。そんなに変わってないな。これならフェンスでやってもしょうがないな。はい、結論、火でジャンプ力は上がらない。ラスト1回頑張らなきゃ。次はこの方の動画から、洞窟を探索中、ダイヤモンドを発見。チャットで友人に報告する。すると奥から友人がやってきたぜ。友人は溶岩を掘って進んでいく。はい、どんどん掘り進めていってダイヤモンドを取ってしまう。この海外の動画が本当か検証だ。できるわけないでしょ。やってみないとわからないだろ。っていうか、何で掘ればいいの？ツルハシでいいんじゃね？適当じゃん。ふんふん、ふぬおう、ぐん、オラー掘れ掘れ、まだまだ、全然できないじゃーん。じゃあ次だ。次、もしかしてやりようによってはできるの？まあとりあえずやってみろ。大丈夫かなー。溶岩が掘れるよ。これめっちゃすごい。どうして、これどうしてなのん？まあこれはテクスチャを変えているんだ。ちょっといじればこういうこともできちまう。というわけで結論、テクスチャを変えればそれっぽくできる。だが、掘った時に丸石が出てきちゃったから、惜しい。これは失敗だな。なんでー、ちょっと厳しすぎない？というわけでカイモンには、腐った肉の大食いをしてもらう。なんでーなんでー。今日の海外検証はどうだった？よかったらコメントしておくれ。それじゃあバイバイ。もぐ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 。